ですけども、ATF DX ハンドルを使っても再現できるような形で、もうフィットするこのハンドルに合わせて作ってもらいました。まあ今までのグリップに比べたら少しなんかきついとか入らないって感じがあると思うんですけど、ハンドルに関してはアルマイトの色もありますし、ペイントの色もあるんですけど、その色によっても少しのペイントがアルマイトのハンドルより少しも厚みもあるので、そこに関して少しグリップの隙間からのこの範囲でもちょっときつかったりきつくなかったりするのもあるんですけど、できる限りフィットガンを作るためには隙間がないような形で今作ってもらうようにお願いして、今の形になります。フィットガンで含めてグリップのこのアンテナを作るためには、手で入れた後に少しですね、こういうふうなゴム の, ハンマーがあるんですけど、こういうものを使って後ろから少し離れて入れて、本当にグリップが奥までフィットして入るような、そしたらゴム素材なので椅子がつかずに奥までフィットして入ることになるといいと思うんです。一番のは弓を打つ時のこの肩すきとか、まあ、そのアンテナをもうちょっと再現するためなので、その分はちょっと注意してもらったら、もうちょっとこの ATF DX の弓を使うのを楽しむ感じがなるんじゃないかなって思ってます。続いてすみません、ホイット用の H2、はいね、H2 グリップについてちょっと説明いただいてもいいですか。 H1 ですね、前の、 H1 のグリップを作った時にペタッとする感じの平面遠いな感じの形がいいってみんなが言っててですね、そこをきっともうちょっと強化してですね、このグリップを H2 を作ることになったんですけども、500個ぐらい色に出たんですけど、はい、1個も割れてないんです。おだから それがなんかメリットがある。やっぱり最近いろんな種類のグリップがあって、そこに関してグリップがちょっと割れたり、発売する年によってグリップのこの形が少し変わったりとかするんですね。だからそこに関して同じグリップを入れてしまうと、そこで本当にウドグリップは簡単に割れたりとかしまうので、こういうプラスチックのグリップだと思いますので、これからもうちょっとこの部分を試してみてください。 ATF DX 用のエイムグリップ発売ということで、率直な感想をいただいてもいいですか。やっぱり親指側が下がっているというか、親指側をしっかり押せていけるので、肩からしっかり押せるグリップだと思います。前まではホットメルトとか、 なんか接着剤みたいなのを入れないとちょっと動いたりガタついたりしたと思うんですけど、今回はもう完璧にぴったりハマってるのでいいと思います。もう早速使っていただいてると思うんですけど、いかがですか感覚。早速使っていただいているということで、はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。いかがですか。でもここが出っ張ってないのがいいです。あ、やっぱみんな言うっすね。ここに当たんないから痛さもないんですよ、ね、なんか多分ちゃんと押せてるし、ここがないから全然痛くない。ありがとうございます。ファンに一言いただいていいですか。ファンに一言。